成田空港では今日、初出荷を前に記念式典が開かれ、日本航空の紀藤雄一郎執行役員が、コロナ禍を境に航空貨物が社会に不可欠だと再認識した。今回の取り組みは事業のリスクを抑え、果敢に成長する新しいビジネスだと挨拶しました。貨物専用機は東アジアなどで拡大する EC 電子商取引の需要に応えようと日本航空が導入したもので、国際物流大手 DHL のグループ会社と長期契約を結ぶことにより安定的に需要に応える狙いです。 DHL のグループ会社で日本法人のトニー・カーン社長は、日本航空との強固な協力関係のもと、日本のビジネスの成長のために努力していくと述べました。どうぞ。そして機体は午後4時ごろ、およそ50トンの荷物を乗せ台北へ飛び立ちました。日本航空は2010年の経営破綻を機に貨物専用機の運用を停止していて、貨物専用機の就航は今回13年ぶりとなっています。